中国コネチカット州、ウィンザーセントラルストリート41にある駅、全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。1870年建設のウィンザー駅は、ブロードストリートグリーンの東に約1ブロックのところにあり、19世紀半ばから商業的な中心地として機能している。ハートフォードから約18キロ北にあるアムトラックのスプリングフィールド線に位置する。 この都市はワシントンとボストン間の大動脈北東回廊と接続している。乗客は駅舎に隣接したプラットフォームを使用している。1988年に国家歴史登録財に登録された駅舎は何年も空き家だったが、2013年に地元の芸術家、職人、俳優、ミュージシャンの創造的な活動を支援するウィンザーアートセンターにリースされた。 ウィンザーアートセンターは内壁、ドアの追加、色調変化不照明、看板、防犯防火設備更新等の改装を監督した。当駅は同じスプリングフィールド線にあるウォリングフォード駅と非常に近い外観になっている。室内のレイアウトは米国全土にある小さな駅舎の典型的なものだった。ハートフォードニューヘイブン鉄道は線路を挟んで、 南東にレンガ造りの貨物室を同時に建設した。第二次世界大戦後、連邦政府交通部門の優先順位は自動車やジェット機などに移行した。大恐慌に襲われ、戦時中の国士を経たアメリカの鉄道は財政難に苦しみ、維持管理の問題に直面していた。1960年代後半までに主要な米北東部の鉄道は破産に直面していた。 この期間中、駅舎は閉鎖され、乗客はプラットホームに設置された小さな待合所を使用した。その10年後の写真は、駅舎が壊滅的な状態で写っている。1980年代には、町は駅と貨物室を完全に修復した。約130万ドルのプロジェクトの80%は、町、州、民間の開発業者と共に、 都市大量輸送交通局によって提供された助成金によって賄われた。ウィンザー駅はニューヘイブン・ハートフォードスプリングフィールド鉄道プロジェクトのルート上の停車駅である。コネチカット州、マサチューセッツ州、バーモント州、アムトラック、連邦鉄道局の共同事業であるニューヘイブン・ハートフォードスプリングフィールド鉄道プロジェクトの推定総費用は6億5000万ドルで、 アムトラックのスプリングフィールドラインに沿っている都市に便益がある新しい通勤輸送、都市間輸送を創出することを目的としている。この約100キロの路線は将来のニューイングランドの高速鉄道輸送計画にも不可欠と考えられている。2016年の初めに n h s プロジェクトはルートの一部を複線化し改良するために2009年アメリカ復興。 斎藤司法やその他の連邦資金調達プログラムを通じて約1億9100万ドルを受け取った。残りの部分の改善を完了させるために追加の資金が必要となる。コネチカット州はニューヘイブン・ハートフォードスプリングフィールド鉄道線の改善に投資するために集裁で最大4億3500万ドルの使用を承認した。 プロジェクトの環境影響の評価は2012年5月に発表され、通勤輸送は2018年初頭に開始される予定である。ウィンザーなどの町では、住民が自動車を必要とせずに働いたり、買い物をしたり、住むことを可能にする混在地域の創設を奨励するために、鉄道駅周辺の可能性を検討し始めている。アムトラックの停車する列車は、下記の通り、 当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。